おはようございまっちょ、フォルテです。本日は、大好評、皆さんにただただ僕の経過を報告するだけの木枯らし練習経過報告です。なぜか木枯らしが結構好評なようで、僕としてもびっくりです。てなわけで僕としてはね、嫌いになっちゃいました。なかなか練習しても弾けません。ですが、皆さんに僕の失敗姿を少しでも届けて、皆さんの心が緩めば嬉しいでございまっちゃ。ってなわけでね、木枯らしを今度ストリートピアノで実践型の動画をやろうと方が考えてます。まあ人前で弾く練習をしに行くみたいな感じですね。でまあそれは考えてます。どうですか。ってなわけで、そのために早速練習をしていくんですけども、前回がね、40時間報告だったってこともあったんですけど、今回の練習時間は42時間です。あれから2時間、いや、下手したら41時間です。前回はね、オイコスのヨーグルトばっか食べてしまったので、今回は絶対食べないように頑張りたいなと思っています。難しいところをサクッとやっていきます。フォルテ君苦手なところがもう分かってるので、聞いてもらったら分かる通り、皆さんの耳にも馴染みあるメトロノーム練習です。木枯らしをメトロノームおショパン様とやっていきたいなと思っておりまっちょ。さっきまでね、メトロノームなし練習をしてたんですけども、やっぱりメトロノームが必要だということがよく分かりました。できた。おい、メトロノーム。おい、いい音出してくれるじゃねえか。俺はこの音によってもう正直、メトロノームのことが嫌いだ。この練習をしなければならない。そんな僕は自然とオフボタンを押してしまいました。しかし、自分の練習のために。オンにしなければならない。このスイッチ。
やるということでしょうか。あわけなんですけども、皆さんこの練習超つまんないですよね。そんなわけで皆さん仲間を募集します。僕急遽今思いつきました。みんなこの動画を見ながら一緒にこの練習をしよう。小枯らし弱なくてもいい。僕が練習してる間はみんなも一緒に練習しよう。だってずるいもん。僕が練習してる姿をみんなは座ってみるだけ。そんなのずるい。僕はみんなにもピアノ弾いてほしい。一緒に同じ苦痛を仲間は増やすと心が違うんだ。やっぱりみんな僕の携帯を寝転がってベッドで見てちゃダメだ。一緒にピアノで練習しよう。自分でも今思いついてこんなこと言ってるけど、そんなことしてくれるやつ絶対いないよな。しかし信じてる。てなわけで、皆さんも一緒にね、メトロノームの練習頑張ってもらえたらなと思いまっちょ。そういやね、僕は CD をね、作ったんですよ。で、ショパンエチュード。まあ、まだ今制作中でまだできてはないんですけども、ショパンエチュード10の1をとりあえずはね、弾いたんですけど、まあね、CD とになるともこだわり出してね、エチュードだけでもう何時間もかかっちゃいました。で、もうヘタヘタになりました。で、僕思ったんですよ。CD でショパンエチュードをさ、全曲収めてる人とかいるじゃないですか。あれね、今までなんとなく聴いてたんですよ。ああ、ありがたい、ありがたい、みたいな。あ、この曲どんな風に弾くんだろうみたいな感じでね、もう軽い気持ちでね、聴いてたんですけども、もう恐ろしく大変なことに分かって、あんなことをする世の中のピアニストたち、ブラボー、おめでとうございます。フォルテで選ばれました。あなたは素晴らしいピアニストです。いや、当たり前だと。 CD に出るぐらい当たり前なんですけども、本当にね、素晴らしくあって、 CD のみんなの思い入れ、ピアニストとかいろんなアーティストが CD に対してどんな思い入れがあるのかっていうのをすごくね、自分でやってみて分かったので、ものすごく CD はね、今後もね、大切に聴いていこうと思います。ショパンエチュード全曲をね、一緒の間に一回でもね、収めれたら嬉しいなと思うので、ゆっくり、そのためにも小枯らし頑張っていきたいなと思います。僕がそのショパンエチュード全曲弾けるときには生きてるといいですね。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございました。まあ僕は元気なので今後も頑張っていきますよ。それでは、見てくれてありがとうね。よければグッドボタン押してって、なんならチャンネル登録。
マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。